皆さん、マイロニューヨークでビール飲むりやってるヨシです。 Hello everyone, I'm Yoshi, a piano play in New York。 本日はですね、居酒屋寿楽さんの、外のスペースから、お酒を一本紹介したいなと思っております。本日ご紹介する日本酒はこちらです。はい、こちら用意しました。本日ご紹介する日本酒は大七木本美濃和門です。で、このお酒はですね、福島県で作られているお酒で、タイプとしては木本作りの純米大吟醸になります。で、こちらの美濃和門なんですけど、かなり高価なお酒でですね、値段の張る、お酒です。飲んだことはあるんですけど、本当に長い間飲んでないんで、非常に美味しいお酒なので、はい、今日のまた飲めるのが楽しみです。それではやっていきましょう。それでは早速飲みたいと思います。そうですね、色は、透明ですね。で、香りの方が、すごく柔らかな米の甘い香りと、少し酸味も上がってきますね。それではいただきます。乾杯。非常に美味しいですね。そのこちら木本の 大吟醸なんですけど、木本独特のこのちょっと酒酵母というんですか、少しこうアセディティ、酸味が効いたような味のな味があるんですけど、純米大吟醸なんで、すごくスムーズですっきりしたお酒ですね。非常に美味しいです。なんて言うんですかね、この高価なお酒の味がするっていうんですが、本当に上品でエレガントで、香りも良くて、口の中でですね、その米 あの甘みがふわーって広がるようなお酒です。舌触りがこう絹のような感じでスーッと消えていくんですよね、口の中で。飲んだ後にちょっとこう喉の方にこのドライさが上がってくる感じがするんですけど、ほとんどそのドライさはございません。アルコール度数が 15% で、久しぶりに飲みましたけど、めちゃめちゃ美味しいです。何杯でも飲みますね。お酒を全く知らない方とかにこういうお酒を多分飲んでもらうと、わあ、お酒ってこんな美味しいんだって思えるようなお酒だと思います。全く雑味がなく、スムースですっきりしていて、口の中をですね、まろやかにこう包んでくれるんですよ、この米のうまみが。でも先ほども言いましたけど、その木本作りなので、その木本らしい米麹の味とか、あとちょっと酸味が残っているという、非常に複雑な味わいをしたお酒ですね。で、まあ、こちらのお酒はやはりそのお寿司とかと合わせられると非常に美味しいお酒なんじゃないかなと思います。その味の濃いものと一緒に飲むと、もしかするとお酒の方が負けしてしまうぐらい繊細なお酒だと思います。ぜひ機会があったら飲んでいただきたいお酒の一つですね。はい、まあ、ちょっと高価ですけど、美味しいお酒を飲めると、ほら、ちょっとお幸せになりますよね、すごくね。はい、寿楽さん、ありがとうございます。こちらの居酒屋寿楽さんなんですけど、もちろんその日本のビール、クラフトビールが特に有名で、今ちょっと減ったんですけど、60種類以上の日本のクラフトビールを扱っているお店です。居酒屋寿楽さんでしか飲めないビールもございます。ビールがもしあまり好きじゃないという方でもですね、こういったお酒、日本酒から、あとワイン、あとまあスラッシーとかも置いてますんで、ぜひぜひお越しください。楽しめるお店だと思いますので。以上、大七木本美濃和門でした。ご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ビール飲むりのヨシでした。 See you soon。